レコードは CD とどう違うんですか。あのね、これ長なるね、話しだしたら。アナログ、結局 CD ってデジタルにしてるんですよ。アナログで録音したものもデジタルの信号を置き換えてて、でしかも製品化するときに結局ね、人間の音を聞こえる範囲って過聴領域ってあるんですよ。低い音は例えばここからしか人間の耳は聞こえない、で高い音は人間の耳、ここからここまでが人間の鼓膜で拾える範囲だとしたら、でも実際の音ってこれより高い音も鳴ってるし、これより低い音も鳴ってるんです。でも CD だとそれはもう全部カットしちゃってたり、あとあれよ、だから配信の音源とか全部そうよ。西洋の合理主義によってデータを移行するときに聞こえないの無駄じゃんって言って、ここからここ全部ハツってるし、ここから下全部ハツってるんですけど、アナログってやっぱそのまんまの音がするんで、なんかね、要はね、柔らかいというか、音がよく言われるふわっとした言い方やで。しかも自分が多分ちっちゃい時にそのレコードの音を聞いてたっていう記憶がかなり大事な、だからデジタルの音で育った人にはアナログの良さってもしかしたら分からないのかもしらん、かもしらん、分かんないんだけど、それは一理あるよ。うん、で音が柔らかいし、あとね、なんつうんだろう、俺の実感としてはやっぱ肌でもう音聞いてるみたいな、腹で聞いてるとか腕で聞いてるとかあるんじゃないかなって勝手に思ってるんですよ。音楽って一番霊的なもんやからね。だってさ、よく臓器移植あるじゃんか、あれした時に関係ないよ、脳とか関係ない、肝臓とかを、肝臓、腎臓、腎臓とか移植するじゃない。移植したら見たこともない記憶っていうか景色が急に脳に現れて、その人にない記憶が多分この腎臓の人の記憶やね、持ってるってなったら、腎臓にも脳の一部の機能があるっていうかさ、っていう話になってくるじゃん。だからここでも聞いてると思うんです、音楽を、と僕は信じてて、音楽は耳だけじゃなくて体全部で聞いてる。だから僕ヘッドホンで聞くのあんま好きじゃないんですよ、やっぱ空気を震わせたいからね、っていうのに去年突然目覚めました。そうなってからもうほとんどレコードしか買ってないです。そしてレコード屋に行くのがもう楽しくてしょうがない。